にちは、サイモンです。最近新しくコネクションっていう本を出しました。とっても嬉しくてすごくいい写真集になりましたよ。はい、サイモン君、じゃあ質問してきますね。はい。今回はお店をオープンするにあたって約半年ぐらいかけてサイモンとイームズの写真撮ったんだけど、一冊の本にまとまってどう？感想は。感想はあんなにいっぱい、だって400枚ぐらい撮ったのにこれだけの枚数にどんどん絞られるってなると、すごくいっぱい撮った中でとてもいい写真がこれだけあるってすごいことだなって思いました。そう、なるほどね。いろんな場所を外でも撮影したりしたけど、思い出に残ってる場所とかある？思い出に残ってる場所、この場所です。それは福岡市美術館だね。はい。どういう風に撮ったの、この写真は？これはよく見ていただくと分かるんですけども、ここに椅子があるんですけど、この椅子ただ中に置いて撮ってるんじゃなくて、これ外から撮ってるんです。どうして外から撮ってるのに中にあるかっていうと、これここに全体にガラスがあるんです。そこで外から反射させて撮ったんです。今回の本で使ったカメラは3個あります。3個。はい、はい、まずは僕の横にあるライカの M5。それはあれでしょ、フィルムのカメラでしょ。はい。これで撮った写真は4枚あって、これとこれとこれとこれです。うん、この白黒のページ好きだよ、光がすごい綺麗だから。特にこの中で言えばこの写真がお気に入りです。そうだね。うん。それとあと一番メインに使ったのは、今これ撮っちゃってるから紹介できないね。ライカの MP240 です。いつも僕がメインで使ってるカメラです。そうだね、これでいつも動画も撮ったり、いつも常に持ち歩いてるカメラだね、うん、これがやっぱり一番使いやすかった。使いやすい。レンズは何を使ってたの、これは？レンズはこの MP240 で使ってるのは、これまた3種類も使ったの？はい。まず90mm、 エルマリートの 90mm ね。 90mm、 これは確かワンカットだけだよね。どの写真？どれです？これ？うん。それたけさん。これ？それだよね。あ、これか。うん。これほら文字が映らなかったじゃん、90mm。ああ。それでしょうがなく大きく撮るために。うん。それ以外のレンズは何を使ったの？それ以外だと 50mm。 何のレンズ？レンズの名前教えて。はい、サイモン君、レンズは何使ったの？レンズはズミルクスの 50mm です。もう一つは？もう一つはズミルクスの 35mm です。うん、そうだね。それで、もう一つのカメラはこのハッセルブラッドのカメラです。これはあれだね、中盤カメラ。はい、正方形の写真が撮れるフィルムカメラ。うん、これはね、撮った写真が、この4枚とこの2枚。じゃあ本の紹介していこうか、せっかくだから、うん、今日はちょっと長めに撮ろうか、うん、じゃあ今から1ページずつ解説をしていきます。まずこの写真です。この写真はハッセルブラッドで撮ったカラーのフィルムで撮った写真です。でこの写真、ガンっていう僕のいつもそばにいるお人形さんがね、あ、来た、ガンちゃん。はい、アネーさん、そばに映ってるのよ、アネキー。うん、ガンちゃん、ちょっとここ座って。そしてこの写真、この写真に映っている椅子の魅力は足だそうです。なので下のローアングルから上を見上げて撮ってみました。
今ただ普通に椅子を正面から取るんじゃなくて、こう余白も入れたいなと思って周りの家の部分も撮ってみました。そしてこの写真はもう振ったら普通の写真に見えるんですけど、実はこれもすごくシンプルですけど工夫がされてるんです。どんな工夫かっていうと、このブランケットこのブランケットが3枚あって、この3枚全部色が違うので色を使い分けました。すごいピントがピシッと合ってて綺麗だね、うん、サイモンハッセル使うとピントの合わせ方がピシッと合って綺麗だよね、いつもね、うん、そして表紙にも載っているこの写真です。これ何？ドラえもん？ドラえもんとゴジラです、うん、シンゴジラの方です。はい。で、普通に椅子を取るんじゃなくて、何か被写体の中に何かこうサイモンらしさを表すようなものを入れたいなってオードさんが言ってくれて、うん、そうだね。だからこれはね、表紙に選んである。そうね、サイモンらしさが出てるって言われた、うん、サイモンの好きなものが2個並んでるのね。そうですね、はい。そしてこの写真です。イームズをまとめてみた写真です、うん、全部木の椅子だけど下のラグが色があって綺麗に撮れたね。そしてこの写真は何かこう見てると不思議に感じることがあります。まずこの白い部分、これはカーテンです。カーテンって思っても察した方は分かると思うんですけども、ここにガラスがあってガラス越しで中を撮っています。ピンと何を撮ってるかっていうと、この後ろにある棚です。これは綺麗だね、うん、お父さんが結構気に入ってるって言ってます。そうだね、これ撮ってって言ったら外から撮ったからびっくりしたら、すごく綺麗だったね。で、同じ場所撮ったんだけど右の写真はまた違うイメージになったね。これは結構シャタースピードを速くして、この明るい部分と暗い部分のコントラストの差を激しくしたんですけども、ただ普通に影と光じゃなくて、こう家の中にもちょっと色のある光を出していい感じな写真でした。そうだね、そこは照明器具をつけてみたりしてね、はい、いろいろ工夫したね。で、次これは2ページ丸々で、これは家にはこんなにいっぱいのイムズの家具があるんだよっていうのを表した写真なんですけども、どうして全体にピントが合ってないかっていうと、これは全体を写したかったので、何か一つにピントを合わせちゃうとこれがなんか撮る目的みたいになっちゃうので、全体を写すためにわざとピントを合わせないようにしました。そうだね、ライカだとこの距離で全体にピントを合わせないようにするのちょっときついもんね。後ろの大一郎くんの版画とラウンジチェアの色がなぜかこれ合ったからね、めっちゃ合ってるよ、うん、奇跡的だったね、うん、そしてこの写真2枚とも何かよく見たらおかしな点があると思うんです、うん、何かこう何かに反射してるような、でも反射じゃないような。これどうやって撮ったかっていうと、これ実は iPad があるんです。ここに iPad の黒い画面での撮るものを反射させて撮りました。うん、これも工夫したね。これを撮ってって言った時にどう撮るのかなと思ったら、 iPad 持ちながら必死になんかやってるからなんだと思ったら、出来上がった写真が思いのほか楽しかったね。うん、うん、いい写真。なんかこのコネクションの写真の中では反射というものが他にもまだ載っています、うん、そしてこれもね、実はね面白い工夫がされてるんですこの写真、ここに何かこうあるんですけど、これもカーテンです。カーテンの上から撮ったにしては何かこれが近いように思うかもしれませんね。これどうやって撮ったかっていうと、カーテンに穴が開いてたんですよ。なんで穴が開いちゃったの、カーテンに。猫が破いちゃったんですよ破いて、その破いた穴からこう撮ったんです。ってことは穴は結構大きかったってことですペペね、そうペペちゃんねそしてこの写真、
ここは破れてないように見えるんですけど、この辺りに破れてますで、これはカードを下に並べて、なんかすごく綺麗に鮮やかにこう取ることができました。今回これはなんかね、イームズ自身が撮ってる写真にちょっと似たような感じがあって、すごく好きな写真だよ。この写真です。この写真はある出来事が起こった写真です。まずこの写真の解説からしていくと、これは車が車庫、車がパーキングから出て行って外に出ようとしているところを、上から椅子が乗った車を撮りました。そうだね、これはわざと作った写真なんだけど、毛虫がいて大変だったね。そう、この後ろにこの辺りに葉っぱがあって、葉っぱのとこ見たらなんか青と黄色の毛虫がいました。びっくりした。そしてこの2枚、この2枚も家で撮った写真ですね。うん、この2枚はあれだね、視点がやっぱサイモンらしくて低いから面白いよね大人の人だったらこの角度で見れないからね、うん、ちっちゃいサイモンならではの写真だね。はい、でこの写真は、うん、それもそうだね。そう、うん、ちっちゃいサイモン、高いとこにあるのから下からの写真になってます。でこの2枚は似てるんですけど、やっぱ違います。これはなんかただ普通に見てるだけだと椅子の色だけが違うように見えるけど、何かこうちょっと見つめていると実はこのテーブルクロスの色も違ってるんです。そうだね、ちょこちょことなんか間違い探し的な面白いページに作りたかったんでね、これはね。あともう一つ工夫があって、この写真、そうね、大変だったね。大変だったんですよ、これ。この写真の中にあるこの額に入ってる写真、この写真が外からの光の反射を受けて光っちゃってるんですよ。これの光の反射を抑えるためにこの辺りに父ちゃんが立てて、こう毛布で反射をしないようにめっちゃ頑張って撮りました大変だったねこれね、うん、これと何15分ぐらいかかったの？もっとかかったよ。もっとかかったそんなかかったっけ。そうだよ。で、この2枚。この2枚は、ガンがいるけど、このライカの M5 撮ったフィルム写真です。うん、これはね、白黒、綺麗だね。うん。光がすごく綺麗。パッキリとめっちゃ映ってます。うん、次のページも見せて。はい。うん、この右側の写真の光とかすっごい綺麗だね。これがね、すごくお気に入りの写真なんです、うん、フィルムってさ、サイモンデジタルと違ってさ、撮ってすぐ見れないけどさ、その撮って現像してどんな風になってるかっていうの楽しみ、うん、待ってる間が楽しかったね、うん、でもこういう風にこんなに綺麗に撮れてるとは思わなかったね、うんうん、これはいいと思う本当に。そしてこの4枚、この4枚はハッセルフラットで撮った写真です。うん、やっぱあれだね、サイモン、ハッセル使うとピントの合わせ方がピチッと合うよね。うん、これはすごく好き。で、このボールナットスツール、うん、実際横に倒して使うものじゃなくて立てて使うものなんですけども、うん、なんかこう僕の想像だと電車の車輪に見えたのでなんか転がしてみたくなったんで、うん、こうやって撮りました。で、これはさっきのこのイームズのカード、ハウスオブカードっていうのね。そうそうそう、この写真、うん、この写真をハッセルブラッドのフィルムで撮ったような写真です、うん、光が綺麗に入ってるね、うんうん、いいと思うよ。で、この2枚、うん、この2枚もハッセルブラッドでカラーで撮った写真です。うん、これも綺麗だね、うん、僕、さっき説明する前の下準備の時、これカラーで撮ったハッセルだからこれライカで撮ったんじゃないかって勘違いしちゃいました、うんちなみにこの写真の2つと、あとこの2枚とさらにもう1枚は家でセットを組んで照明とか、うん、結構本格的にやったんです。楽しかったね、うん、この写真も綺麗だね、うんうん、これはライカだね。これはライカですね、うん、こっちも、うん、これはあの椅子のこの椅子の裏側か、
違うんです。それ実は別の椅子の裏側なんです。ダイニングチェア。そうやったじゃあこの写真、この写真は何回かこう同じように撮ったんですけど、なんで何回も撮ったかっていうと、この外の周りの高さと外から内側にへこんでいるんです、このテーブル。このへこみを表すために何回も何回も撮ったんですけども、ね、なんかうまくいかなくて、照明とかカメラの位置とかうまく移動したりしてできた写真がこれです。これ光があるからこうどれだけへこんでるかっていうのも分かりやすくなります、うん、そうだね、よく分かるね。で、この写真はこのテーブルを裏返した写真ですね。で、これこの文字を撮ったんじゃなくて、ここの文字を撮ろうとしたんですよね。でもまあライカだからね、寄れないからね、うん、雰囲気のある写真だったから使ったんだけどね。で、この写真もライカで撮った、結構僕お気に入りの椅子です。これ編みがあって、この写真にも実は使われてる。そうだね、そっちの写真は工夫したね、うん、編み越しで編みがボケててね。で、この写真前から撮ってるのか後ろから撮ってるのかじーって見てたらなんか分からなくなってきます。面白いね。あ、実際はこれ前から撮ってます。で、この写真、この写真は棚を撮ってるんですけど、ここにこうよく見たらこの編みの椅子が写ってます、うん、そうだね、編み越し編み越しに撮ったんです。で、この写真、この写真撮るのもね1時間ぐらいかかったよね。でもなんかこれをやり始めたらなんかちょっと嬉しくなってきたんですよね。これ何の写真かっていうと、ここの影、実際はこの左側の椅子の影がここにあって、その影とこの実物の右側の椅子を合わせようとしたんですよ。が結構難しくて、結果的にこんな写真になりました。でもピンクのバッグが綺麗で良かったです。で、この写真、この写真はお父さんの自転車のカゴがこの編みの椅子とめっちゃ似てたので中に入れて撮りました。で、この写真、この写真はただ黄色の椅子を撮ったんじゃなくて、この近くの家の入り口の影がなんか道まで来てて、それがなぜかこうすごい面白いなって思ったので、こう椅子と一緒に撮りました。隣も影がテーマだね。そうです、うん、綺麗な写真、うん、で、これは近くの壁です。その壁ね、いつも写真撮影するとき使うけど、うん、R がついてて面白く撮れるもんね。そうです、うん、で、これはスクリーンって言って、そうの何かこう隠す、間仕切りね、間仕切り簡単に言うとね、ルームディバイダー、部屋をね仕切るために使うものね。なんか話によるとこれは結構小さい版らしいです。そう、珍しいやつね。で、この写真も実はちょっと工夫されてるんです。この写真、なんかここにあるの見えますよね。これ実は僕の手なんです。どういうことかっていうと、僕の手をのこういう感じでちょっと開けたんですよ。この部分からこう撮ったんです。大濠公園だよね、大濠公園の湖が撮れてるんだよね、はい、これスクリーンです、これと同じ、うん、そしてこの写真、この写真もスクリーンで、後ろの大濠公園の浮島というか中の島のところに入って、中にある植物に当たらないように立てて撮ったんです。これ結構この時風が強くて、すぐスクリーンが予想以上に倒れてしまって大変だったね。大変だったんです、うん、で、この写真もただ広げるだけじゃなくて、何かこうこのスクリーン、何か撮るための工夫が結構難しいんですよ。だから何かこう半分だけこう閉じて、またその半分はこう広げてみたいな、そういう工夫をして、そしてこの写真、この写真も結構僕ビビった写真です。
キノコがいっぱい生えてたんですね、はい、そこ大堀公園にキノコがですね、あってめっちゃビビったんですけど、この時は気づいてなかったからちゃんと写真が撮りました、うん、これ子供椅子です、うん、この辺りにキノコありましたで、これはさっきのスクリーン撮ったと同じところだけど、この時が違います。結構何日か過ぎた後なの。そうだね、うん、壁に木の影ができててね、綺麗だったね。イームズエレガンズのゾウさんの、うん、ゾウさんが森の中にいるみたいだね。 そして僕がお気に入りナンバーワンの写真です。どうしてナンバーワンかというと、この写真この本の中で一番工夫されてるんです。これも今までと同様に反射という工夫をして使っています。どういう風に反射させたかというと、この椅子実は外にあって、外からここにガラスがあるんですけども、このガラスで中にあるかのように反射させました。そうだね、ちょっとこれこのレンズの中から椅子がよく見ないと見えないんだけど、本当は本で見るとよく綺麗に見えるよね、うん、これもう本当になんか不思議な写真でね、福岡を代表するスーパースターキネ君の絵の前に突然イームズが浮いたように現れて、この中歩いてる女性との比率も全然違うし、最初なんだろうなと思ったらそういう工夫されてたんだよね。そうです、分かってる。もう写真撮ってる時にね、いつももうちょっと右もうちょっと右とかね、指示受けながらね、それで一番いい場所見つけて撮ったんだよね、うん、でこの写真全然普通に見てたら気にならないんですけど、この白い部分、これここにガラスがあるから光って反射していたんです。そうだね、普通に見てたら全然気にならないんですよね、うん、見れば見るほど不思議な写真だね。この反射っていうことに気づいた時にこれが反射してるってことで、この白いのが見えるような感じです。で、この写真は結構大変でした。これは鹿児島空港に行った時なんですけど、行った時じゃなくてこれ撮るためにわざわざ行ったんでしょう。そう、しかもね、搭乗口にしかないからね、うん、から福岡空港だから、飛行機をね、プロペラ機乗ってわざわざ行って200枚ぐらい撮りましたね、うん、その中の2枚でした、うん、でもこの2枚はすごくお気に入りです、うん、これのどっちか選べって言われたらこっちです、うん、サイモンはそっちだね、うん、父ちゃんはこっちにも5番の5っていう字とイームズの椅子の色が合ってるから好きなんだよね、うん、そして最後、はい、この写真はさっき紹介した 90mm 使ってます。そうだね、唯一 90mm で撮った写真だね、うん、ライカは寄れないから 90mm を使って撮ったんです。これはこのイームズを撮ったんじゃなくて、この文字を撮るために寄ったんですよね、うん、そして最後の写真、この写真は僕の知っている人の中で一番年上の先輩、誰ですか？竹末さんです。はい、前にも説明したオルガンの社長です、うん、そうだね、雰囲気ある一枚だよね、うん、で、この竹末さんが座っている椅子がイームズなので撮りました、うんうん、雰囲気のある写真だね、うん、そして、まあ、おまけみたいこの写真は父ちゃんが M5 でフィルムでカラーで撮ってくれました。そうだね、最後の1枚だけ撮りました。はい、よくできましたね。はい、はい、それであれだよね、この写真集なんと買えるんですよね。はい、いくらで買えるんですか？2000円です。消費税抜きね、消費税入れたら2200円です。はい、よく計算できました。それ以外にあれだよね、額装した写真も何枚か販売してるんだよね、はい、額はわざわざね、オーダーですごくいい額作っちゃったね、うん、これはねサイモンのサイン入りだからね、うん、記念だよね、うん、いい写真集と額装した写真があるのでぜひ買ってください。